音符の V4 部,部音符、2部音符、全音符、倍前音符の符は左、現代の表記法での倍前音符。中央、いくつかの現代の楽譜で使用されている定量、寄付法における倍前音符。右、あまり一般的ではない書き方普通の十字の四角形の小さい不当シンバルのライドバターン再生チェロの自然倍音は、最初は音として、次に、 運指法として表記される。不頭は,は音符の一部分、玉とも呼ばれる。通常は楕円形であり、五線浮上の配置されている場所が音程を示す。同じ形をしているが中黒である場合や白で塗られていない場合もあり、それが音果を示す。全音符では、それより短い音符とは異なり、不頭が音符の唯一の構成要素となる。 全音符より短い音符には踏み木が不頭に取り付けられ、桁や符号が付けられていることもある。全音符より長い倍全音符は不頭を垂直線で挟んだもの、二つの不頭をくっつけたもの、もしくは長方形の不頭で書くことができる。X の形の不頭は、パーカッション、パーカッションの効果、発生を示すために使うことができる。正方形、ダイヤモンド型、箱型の音符は、 自然もしくは人工高調波を示すために使うことができる。不わたは究極的にはグレゴリオ聖火の表記に用いられたネウマに由来する。渦の点は最も単純な形であり、現代的な不わたをはっきりと予期できる。音部記号があるとき、ふわたの位置が音符の相対的な音高を示す。不わたの色を変えてリズムの長さを示すようになったのは、 1450年頃に採用された白不定量寄付法である。13世紀の作曲家、音楽理論家のケルンのフランコはリズム表記のシステムを体系化した。彼はこのシステムを1280年頃のジョショアルス・カントス・メンシャービリスの中で説明している。このシステムでは音符の相対的な長さは音符の形により示された。 フワたは音符の長さにより長方形、正方形、ダイヤモンド型であった。このシステムはアルスノーバの時代に拡張された。ルネサンスの少し前には筆記者はフランコニアンやアルスノーバ様式の音符を中がうつろなフ頭で書くようになった。ルネサンスの時代には作曲家は中を塗ったフ頭を用いる短い音符を追加した。16世紀の終わり近くには 正方形やダイヤモンド型の音符は、現在用いられる丸い歩頭に変わった。ありがとうございます。